そこからはいけんのね。そういうことね。うわ、間抜け。お、ボーナスステージに星が欲しいな。なになになに、星が欲しいな。ルール説明。星が現れたら素早くタップ。30秒以内にたくさん集めて100点以上を目指そう。イガグリを触ると少しの間動けなくなるから注意してね。100点以上。レインボーは高得点。なるほど、モグラ叩き的な感じね。よし、星。イガグリはダメ。限定になるわけじゃないよね、別に。え、何？思ったより早かったんだけど。ちょっとビビったんだけど。あ、待って。しかもさ、最初星やったのにイガグリに変わるのちょっとよろしくないと思うんだ。お、レインボー。待って、やめてよ。え、今のタッチ。思った以上にイガグリに行く。早すぎてもいかんね。え、ねえ。なんかさ、手が届いてくれないんだが。え、待って。全然ダメなんやけど、びっくりするぐらいダメなんやけど。見る。10秒ぐらい追加されたところでって感じするけど。なんか出てきても一瞬待った方がいいよね。でもこの一瞬待つっていう感じにすれば、全然もっといけた気がするんやけどな。あら、絶対もっといけとったって。リトライ。さあ来い。ちゃんとクリアして進みたい。はい、2、1。絶対さ、普通に星に触るまでの間にイガグリにも触っとると思うんやけどな。そこはまあ無視。お、今度いけ。いや、ちょっと待って。せっかくのレインボー。せっかくのレインボーが消えてしまった。でも、あー、いや、ちょ、待ってくれ。お、今の。めっちゃ直前で。あと10点。これ10秒追加でいけるんやない？よし、これ10秒追加でいけるよ。あと10点。よし、来い。あれかな？タッチするだけっていうよりは、なんか、おしっぱの方がいけるんかな？お、もういけたやん。よっしゃ。よっしゃ、135点。ふぅ、なんとか。ステージ11。お母さんはどこ？もう授業参観。お父さんらしき人しかおらんけど、しかも多分あの二人のお父さんよね。はぁ、めっちゃでかいんや。超でかいんや。ね、この辺のプリント何も関係ない。授業参観1階教室、場所4-2。で、こっちはこっち。え、この紙、絶対なんか関係あると思うんやけどな。この辺開けたら絶対おるよね。抜いて。見えねえ。まだ見えねえ。5年2組授業参観、手を挙げて発表しよう。そこの教室じゃないんだ。5年2組か。じゃ、これ見せたところでやね。待って。じゃ、絶対これやって。ね、これどうやって取るん？あ、これをここに貼る？いや、関係ないな。あ、動かせる。何その仕組み。で、これを見せてあげればいいんやね、お母さんに。はい。しゃがんだんかな。いや、足伸びたまんまやけど、どういう状態？伸び縮み、自由自在？え？これで。おー。あれか。子供時代こんな感じで、大人になったらもう建物の中に入ることもできんサイズになるってこと？てか、お母さんの遺伝なんや。勝手にお父さん側かと思っとった。はい、ステージ12、移動教室にご注意。え、なんかめっちゃ動いていきようんやけど。なになになに？頭打つ。は。あ、そういう感じね。なるほど、なるほど。それでゴールすればいいってことか。ボールが転がってきた。
今のちゃんと避けれた？確実に踏んだと思うんやけど。え、何？拾ってあげる。え、そう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 。あ、あの子の？どうしたん？メガネ外したら目見せたらいかん感じ？3になったんかな？昔のギャグ漫画的な感じで。イエーイ。いや、めっちゃ楽勝やった。はい、ステージ13。かくれんぼも一苦労。絶対隠れれんやん。ふんふん、この子が鬼。いや、入れんよね。いや、入れん、入れん、入れん。丸見え、丸見え。やばい、やばい、やばい。ほら、鬼も困っとるやん。失敗。もう隠れるとしたら、木やと思うんやけど。え、これは？うわ、怖い怖い怖い。丸見え、丸見え。息できん、息できん。これは？あ、あの女の子や。ごめんね、静かにしとくよ。あの男の子は？え、マジ、どこに隠れればいいんだ？いや、丸見えですけどね。丸見えですけどね。もうちょい細ければね、いけたかもしれんけど、ガタイがいいけん。え、じゃあ、ここ、入れんのか。入れんのか。え、何？どうすればいいんだ？じゃあ。他に。え、もういける。ねえ、あの男の子どこ行ったん？マジでさ。うわ。で、君はなぜそっちから来るんだ？隠れれる？え、もうなくない？この状態でこれを飛ばす。で、あ、ゲットした。丸見えじゃない？なんか知らんふりしてくれた？青春かよ。めっちゃなんか気聞かせてくれた感が。はい、ステージ14、スイカ割りの達人。軽くやってもいけそうな感じがするな。てか仲いいっすね、また。お、お二人は食べ物買いに行ってるの？アメリカンドッグ、100円足りんけど。持ってないの？君100円。あ、ここに100円落ちとる。はい、どうぞ。これでアメリカンドッグが食べれる。で、なんか棒ゲットしたけど。この棒なんか関係あるか？ボールと人で。カニ。ボール。なんでこんなに汗かいとん？汗かきすぎじゃない？え、これで、え、怖っ。え、怖っ。失敗？失敗とかいう話じゃない気がするけど、え、何？どうすればよかった今の。でも、スイカは綺麗に割れたよ。なんか威力を軽減せんといかんのか？どうやって軽減するんやろ？とりあえず100円渡すね。で、棒ゲットする。この棒で叩き割らせるとか。すごい。力半端ねえ。いいね、いいね、スイカ。
基本的に食べるのカットスイカやけんねスイカ割りとか人生でやったことないんやけど。はい、ステージ15、脱獄大作戦。なんだ、何したんだ。なんかここに落ちとるよ。ね、これは何？これ勝手に進んでいく系？お？めっちゃ普通に出とるやん。どういう？なんか紐げ、どこに紐あった今。こんな普通に出れるもの？え、怖い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 。え、出たんやけど。ですよね、無理よね普通に。力的には不可能じゃないんや。じゃあとりあえずまあ、違う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 、それカメラめっちゃ見てる、めっちゃ見てる。あ、これは即来るんやね。でカメラを向こう向けて、あとは5円、催眠術。あそこからはいけんのねそういうことね。間抜け。じゃああれを持って正面から出ればいいんかな。じゃあとりあえずこれで。催眠術の。でもこのまま進んでも。催眠術セットをロングボーイに渡さんといかんのかな。それじゃあこれで紐ゲットします。で5円もゲットして、催眠術セット渡せんくね。ここで使う。あ、逃げたよ逃げたよ。なるほど、え、なるほど。普通の人やったらあれやけど、サイズはワンクね。まあ、とりあえず、何？そんなに伸縮性のある服なの？で、出る。え、特徴的すぎるやろ。絶対無理やん。いや、丈短いな。いや、それにしてもやけどな。いや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 、そんなやつおらんかったやろってなるやろ。絶対ごまかせんって。お、ボーナスステージ3、スイスイスイカ割り。え？スイスイスイカ割りルール説明。スイカが来たら割る。ボールが来たら割らない。あ、なるほど。なんか特殊な模様のスイカやなと思ったら、あれはスイカじゃないのね。30秒以内にスイカだけを30個以上割ろう。30個以上？ 1 秒に1個ってこと？ボールを割っちゃうと動けなくなるから注意してね。絶対にダメやん。頑丈な地面だから思いっきり割るかに。あ、今回は地球ごと割れるなんてことはないってことやね。ふぅ。あ、割らないもボタンがあるんやね。割る、割らない、割る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 。あ、こういう感じか。自動的に流れてくるわけじゃないんやね。じゃあいけるんじゃね。あ、めっちゃいい感じじゃない。そのうちなんか調子に乗ってダメになりそうな感じが。え、でもどう、何個なんやろ。全然個数見れてないけど個数の方まで見る余裕ないけど、どうかな、いけとんかな。でも結構いい感じの。あ、やった、33よし、大丈夫です。うー、一発クリア、やったね33個。はい、ステージ16、今日は鍋よ。誰、お母さん。お父さんちっちゃいね。ま、普通サイズかなお父さんが普通サイズなんかな。じゃあやっぱお母さんの血なんやね。お肉を入れる。うんうん。次は
目野菜を入れる。うんうん。そしてこれ危ねえ、墨汁やった。ね、醤油どこ？吹き出しから取れるんかと思ったけど取れんやん。ねどこ？この中。あかんのか。え？下？いやそこ深。これお父さん落ちたら上がってこれんやん。怖っ。はい、醤油。そしてお豆腐入れて。きのこ。きのこはないな。え？きのこはそんな、え、栽培しよった。はい、きのこ完璧。めっちゃ完璧、おいしい。お母さんもあれやね、大きいだけじゃなくてたくましい体しとんやね。肩幅がすごい。ステージ17、大きくてもお化けは怖い。え、怖っ。すごい怖いやん。作りがめちゃくちゃすごいっすね。お、かわいいお化けだな。あ、どうすればよかったんだい。あれはタップしたけんいかんかったんかな。タップせんかっても変わらん。あ、こっちになんか、え、普通に授業してる。え、普通に授業してる。算数再テスト11時から12時、赤点なもの文化祭に参加するべく。厳しい。え、かわいそうすぎる。ないやろそんなの。文化祭中にテストとかダメやって。これどうすればいいんやろ。問題を解かせる。目の前に問題があれば解きたくなるんやね。明かりゲットした。頭の上に明かりがあれば幽霊が近寄ってこんとかってことかな。さっきと明るさそんな変わらん気がするけど、あ、でも見えるけん怖くないってことね。さっきあんなんなかったよね。え、ここからもうダメ。なんか引き返してった。てか女の子優しいな。じゃあ次はなんだ、耳を塞ぐのか。この頭の取れんな。うん、これ取って。はい、溶かせて。ゲットした。戻す。おお、これで。ヘッドホンなくなったことにはさすがに気づくと思うんだが。これでいいってこと？まあ、確かにお化け屋敷、まあ怖いけど。どうなんやろう。ノリノリの J-POP みたいなのかけとっても怖いんかな。いやでもな、見た目でも怖いよな。さあ、でもこれで一応。あ、まあ、でもあれか。バって目の前からゾンビとか来られたらあれやけど、あのトイレでリコーダー吹きよる分には別に怖くなくなるか、全然。え、女の子めっちゃ先々行くやん。大丈夫？一番最初におった火の玉みたいなんで出てこんかったけど。女の子強いな。ステージ18、ギチギチ満員電車。電車とか、そんなに高さある？そこまでの高さあるっけ？これはなんだ？どうすればいいんだ？荷物落ちたぞ。え、全荷物、あ、ここに乗る？そういうことじゃない。なんかある。タンバリン。ここどうするんだい。ですよね、うるさいよね。ね、満員電車でね、タンバリンなんか鳴らしたらうるさいよね。え、ここの荷物をすべて落としてどうするんだろうか。
で最初ここに乗るんかなって思ったけど、そういうわけではない。あ、避けた。ん、こっちに行けるな。ね、いや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 、あ、これで起こす。え、どういう状態、これで降りれるってことでいいんかな。あの荷物落とした意味って何、よくわからんけど。待ち合わせしてたのね。でも本人の荷物ってわけでもなさそうやな。あそこあれ、荷物置いとったらなんか意味あっ、なんかダメやったんかな。ステージ19、大きくても犬は怖い。マジか、なんか電信柱が折れそう。え、これもうここだけ。しかも相手チワワとかやないんこれ。あ、なんかボールがあるな。ボールをどうするんだ。なんか拒否された。あ、遊ぶボールで。え、めっちゃちっちゃいな。お、さらに上に行った。これも失敗。犬をどこかにやればいいってことか。で、こっちとかに。ダメなんか。どうすればいいんだ。ちーちゃんがどうしたんだろうか。ちーちゃんってことは分かったけども、え、で何なんだ。うーん、え、もう他にすることなくない。ねえ、なんかもう他のとこに、あ、なんかおからクッキー、クッキーあるよ。もっとくれってなった。そんなに怖いのか。他なんだ、おからクッキー、スマホ、あ、電話する。迷子になってますよ、お宅の700、お宅の犬。あ、はい。迎えに来てください。あ、この子飼い主。なるほどね、これでやっと降りられた。なんとか最後触れとる。よかったよかった。ステージ20、だるま落とし？何？はてな。お？これは？そこ？え？一番下から順番にじゃないの？なって。一番下。何？何が正解なの？これ一個足りんのやない？逆に。あ、メニュー？ハテナになっとる。何これ ？SML。どういうこと ？L ゲット。え？あ、うん？え？ここ？あ、そういうこと？なるほどなるほど。これで完成。ちょっとバランス悪いなとは思ったんやけどね。よくわからんかった最初。お、ボーナスステージ4。それゆけスーパーロング。マリオや。それゆくスーパーロング、ルール説明。毒キノコが来たらジャンプ、ブロックが来たらダウン、かがんでね。回復ブロックはジャンプでゲットしよう。ライフが尽きるとゲーム終了。30秒以上続いたらクリアだよ。あ、時間、その時間内はもう延々に続くわけや。何秒続けられるかな。頑張ろう。
き。今のはよけれてないの？ダメだな今のも。ちょっと待って、早いんやな。タイミング側から広告動画見ます見ます。じゃあよし。続きの秒数からってこと？めっちゃいいやん。これ別に関係ない。あ、でもそっか、ジャンプせんといかんのやったっけ。あ、違うな。待って待って、あ、怖い。よかった、30秒いっとった。よかったよかったよかった。うわー、ギリギリやったね、めっちゃ。